エントリーナンバー20番、炎上裁判。なんかすごそう。なんかちょっとやばそう。なんかちょっと面白そう。じゃあいきますよ。炎上裁判。ちくしょう。あいつら切り抜きで楽して稼ぎやがって。許せねえよな！ん？つぶったにメッセージよ。なるほどな。そういうことか。これであいつらも終わりだよ。2021年、品川特設裁判所、法廷前。やっぱり緊張するぜ。あー、うんこちゃん、いたいた、万丈。探しましたよ、万丈じゃねえか。万丈、なんでこんなとこいるんだ。逆裁ワンのパロディだね。なんでって、今日はうんこちゃんの初裁判の日じゃないですか。応援ですよ、応援。応援？いらねえよ、そんなの。俺個人の仕事なんだし。まあまあ、そうは言ってもうんこちゃん一人だといろいろ不安でしょ。俺結構いろいろと調べてきたんですよ。今日くらい裁判ならお役に立てるかなって。まあ、社会不適合者揃いの俺の身の回りで一番当てになるしな。けどよ、裁判のセコンドっていうのは美人の上司かその可愛い妹って相場決まってんじゃないの？うんこちゃん。人生で一度でもいいので、そんな状況になったことってありますか？いや、女の上司は最低な人間。女の部下はブスのコミュ障だったな。あ、そろそろ法廷に入れるみたいっすよ。行きましょうか。おう。クオリティクソ高くない？2020年9月、俺は大きな過ちを犯してしまった。不確かな情報をもとに、ある女性をネットリンチにしてしまった。反省した俺は、1ヶ月間の謹慎を己に課したが、ある人物から、一つの資格の取得を勧められた。電子事件に関する特例、俗に言う炎上裁判法に基づいて、新設された資格、電子事件弁護人だ。謹慎期間の有り余る時間を俺は試験勉強に費やした。試験を一発でクリア。今日が俺の初裁判という日だ。というわけだ。そして今日の相手っていうのが、じゃあ入りますよ！まさかお前とはな、おこう！おこうだ。誰なんだ一体。加藤純一アプリ王選手権2021年度提出作品。クソクオリティだけじゃねえか！2021年。増え続けるネット上のいさかいに対し、当事者間の早期解決を目的に、日本政府は新しい法律を定めた。めっちゃいいストーリー。炎上裁判。じっくりとやろうじゃないの。ざわざわ、ものすごい多国籍な方たちが見に来てる。はいはい、正式にしてください。審理を始めますよ。なんで伊藤かしが裁判官なんだよ。何言ってんすか。話し合って決めたじゃないですか。そうだったか。炎上裁判の裁判官は原告側と被告側が認める公平な第三者を裁判官の代理とするんじゃないですか。伊藤かしのどこが不幸、どこが公平な第三者だよ。僕ぐらいの公平な人いないでしょう。お香軍団の一員にされていることすら不本意なんですから。まあ確かにこいつはどこの派閥っていうわけでもないしな。こういう情報は後から確認することができるので詳しく見ておくといいですよ。なんだろう、この繁盛のさ、このスピードワゴン感。繁盛スピードワゴンキャラ合ってるな。じゃあ今日も京都で審理を始めていきましょう。原告側陳述を。緊張してきた。 おい、ちょっと便所行ってきます。なんだあいつ。おこうくん。便にて人を守るはと書いて弁護人。言葉で人を助けられなければ意味がありません。よろしくお願いいたします。加藤さん、1時間です。この裁判1時間で終わらせます。よろしくお願いします。うるせえ、さっさと始めろバカ。誰。まあまあ、慌てないでください。じゃあ、エモンさん、お願いしますよ。こいつが原告、訴えてきたやつか。
エモン新エモン新左衛門です。おね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 お願いします。エモンの情報を手に入れた。なんだこの普通におもろそうなやつ。私は加藤さんの大ファンなんですが、最近ある事実を発見してしまったんです。加藤さんはベストリーマーのこと嫌いじゃないですか。 V ストリーマーのこと嫌いじゃないですか。なのに一番伸びてる切り抜きのチャンネルが V の切り抜きもやってるんです。その時期に作ってたんだろうな。即刻2つのチャンネルの閉鎖を求めます。こんだけ言いがかりにも程があるだろう。何言ってるんですか、うんこちゃん。炎上裁判なんて離婚裁判以上の汚物ですよ。学級裁判未満の揉め事もバカな大人がキーキーってはしゃいでるから、ある程度の法的効力を持たして、バカはバカたちだけで解決してねっていうのが炎上裁判の目的なんですから。と、なんか俺偉い世界に足を踏み入れちまったな。加藤さん、何かレスポンスは？お、そう。お助け役の番長が便所だから何をしたらいいかわかんねえ。うんこちゃんどうしました？クソ、やるしかねえ。あー、うん、ちょっと喉の調子が悪かっただけ。尋問始めるぜ。僕たちが、私は加藤さんの大ファンなんですが、最近ある事実を発見してしまったんです。ちょっと待て。俺のファンだったら俺を困らせるようなことをするな。そうはいかないっす。加藤さんに代わって僕が悪いやつを罰さないと。放っておいたら切れる気が増長するんです。はえー、教習院者っていうのはいつの時代も怖いですね。加藤さんは V ストリーマーのこと嫌いじゃないですか。なのに一番伸びてる切れ抜きなんだが、 V の切れ抜きもやってるんです。ちょっと待て、匂うな。ちょっと待てよ、なんで俺の切り抜きをしてるやつが V ストリーマーの切り抜きをしてるってわかんだよ。あわわ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 わ
安心してください、伊藤岡さん。エモンさん、資料はできています。もう一度証言お願いできますか。二つの切り抜きの編集者が同じ証拠でしたね。これを見てください。加藤さんの切り抜きの編集方法と V の動画の切り抜きの編集方法が同じじゃないですか。こんなのあったな、しかも現実に基づいてるぞ。おい、今日この件についてはもうこの裁判で決めよう。それに加藤さんの切り抜きの編集者の電話番号と V の切り抜きをやってるやつの電話番号があまりにも似ているんです。どう考えても同一人物でしょう。お子さんと相談してこれはアウトだろうと思ったんです。別にこれも証拠じゃねえだろ。加藤さん、本当にそう思いますか。はあ、なんだか今日の大河君はえらく強気ですね。うるせえ、さっさと尋問させろ。二つの切り抜きの編集者が同じ証拠でしたね。でこれを見ろってさ、俺何も証拠持ってねえよな。全部毎回突っかかってみる。待て、ちょっと待った。大した話でもねえのにもったいぶってんじゃねえ。ひぃ、ごめんなさい。まあまあ、焦りなさんなって。これを見てください。加藤さんの切り抜き方法と V の切り抜き方法が一緒じゃないですか。いや、そんなのはたまたま似てたとか、そういうレベルの話じゃないの。そんなの切り抜きなんてどれも一緒だろ。違いますよ。ほら見てください。字幕のフォントとか、最後におまけを持ってくる構成とか、全く同じじゃないですか。まあ、確かに。どうしたんですか、うんこちゃん。事実を認めてしまうんですか。ちげえよ。ま、これも、それも時間の問題でしょうね。それに加藤さんの切り抜きの編集者の電話番号と、V の切り抜きやってやつの電話番号があまりにも似ているんです。ちょっと待て。待て。似てるって言っても同じじゃねえだろ。でもこんな偶然ってありますか。加藤さん、ここはまがいなりにも裁判所です。同じじゃないというなら何か証拠を示してください。証拠な。お子さんと相談してこれはアウトだろうと思ったんですよ。証拠がないもん。これを見ろ。特に見る必要性を感じませんね。まがいなりにも裁判なんだからふざけないでください。はい、原点。うざ。なんだ原点って。この裁判は僕の胸三寸で決まるんですよ。言動には十分に注意してくださいね。裁判中は意図お菓子の顔色を気にした方が良さそうな。おや、もう終わりですか。うるせえ。こっからだ。俺こと加藤純一。
2009年、ニャホニャホ動画にうんこちゃんとしてゲーム実況動画を投稿して以来、10年以上活動している。2020年に俺自身の言動が原因で炎上事件を起こし、1ヶ月謹慎をしていたが、その時にお校から資格を紹介され、晴れて炎上弁護人になった。この資格の難易度は国家試験の一つ。IT 旅券と同じと言われているが、俺はこの資格を知らない。国家試験だから、きっとそれなりに難しいんだろう。俺のスマホ、必要最低限の連絡先が入っている。今回の弁護は俺の切り抜きを長年している奴からの電話で依頼された。大人気野球ゲーム、全力プロ野球で我が大阪桐蔭高校が甲子園敗退した直後に連絡が来た。恋楽球が戸坂に来ていた俺は怒りのあまりに依頼を断ろうと思ったが、ここで俺と高野連との格の違いを見せつけようってわけ。正直なところ高性能すぎて使いこなせていないが、いざとなったら投擲武器にはなるだろう。なるほど。バンジョー。人気ゲーム、スプラチューンの実況者としてデビュー。大手、配信者事務所、キャップーに所属している。キャップー。特徴的な顎が大人気の漫画、サンダーサンダーに出てくるゼンスルーに似ていることで有名。俺の友人たちとゲームをするときは大体解説役を引き受けてくれるため、今回もそんなノリで来てくれたらしいが、開廷早々に便所に行ってしまった。性格も身長は180センチを超え、運動もできるナイスガイだが、波乱万丈の人生を送っていることから、万丈と名乗っている。おこう。2009年に大人気、ポケットコレクターの対戦動画、中ポケ狩り講座を投稿して以来、動画投稿者として活動。講座という体の動画にちなんで、おこう先生と呼ばれることも多い。万丈のようにおこせんと略す奴らもいる。俺の周りでも5本の指に入る人間のクズだが天才型の実況者だ。顔出しするときは常にサングラスをつけているが、動画はサングラスやマスクをつける配信者や動画投稿者が増えてき、最近は、増えてきたから見分けがつかなくなりつつある。とはいえ、高身長が多い仲間内で配信するときは、160センチ前後のこいつがひときわ小さく見えるから、なんとか見分けがついている。金岡、かっこいいとおかし。大人気デジタルカードゲーム、シャドーストーンの動画を中心に投稿しているゲーム実況者。耳が餃子みたい。シャドーストーンのイベントでおこうと知り合ったことをきっかけに、おこうを介して俺の配信にも出るようになった。友達の友達的な存在だから裁判官に適していると、確かにどこかの話し合いで言った気もする。亀岡という名前は好きな野球選手の名前に伊藤岡氏は、幕末の人物、伊藤孝志太郎にそれぞれ由来している。エモン新左衛門。今回の裁判の原告。紆余曲折あって俺のファンは、信者エモンと呼ばれるが、本当にエモンという名字のエモン。俺のデビュー作、6ポケコレから、見ている子さんのエモンで、ウジのように湧いてくる切り抜きに憤りを感じていたが、俺の昔からの切り抜きチャンネルがアバターを使って配信をする V ストリーマーの切り抜きをやっていることを聞いて、裁判に至ったとのこと。予想通り近くに寄っただけで一周がする。なるほど。あ、待てよ！スマホに電話番号入ってそうだな！ちょっとスマホ見せるか？これを見ろ！特に見る必要は感じませんね。俺10年前にさ、同じことしてるぞ、これ。なあ。俺逆転裁判の実況中に、これだっつってさ、同じ今記憶がフラッシュバックした。ゲッ！まがいなりにも裁判なんですから、ふざけて、うっせえな、こいつ。二つの切り抜きの編集者が同じ証拠でしたね。タイミングがずれてんのかな？ここだ、ここだ。ここで、スマホ見せる。聞いたな、意義あり！ここに俺のスマホがある。ほう。V ストリーマーの切り抜きの方は分からねえが、俺の切り抜きをやってる奴の番号は分かる。なるほど。V の切り抜きをやってる奴の番号が分かるんだったら比べてみたらいいだろう。そもそも番号なんて簡単に変えられるんだし、大した証拠にもならねえだろ！ん？今なんて言いました？番号は変えられるんだから証拠にならねえっつってたバカだれ！ふふふ。やってしまいましたね。僕はこれを反論釣り野戦法と呼んでいるんですが、のぶし戦法と呼んでいるんですが、加藤さんの言葉を借りれば、それ論。なんだと。番号がいつでも変えられるんだったら、同一人物であるという可能性は否定できませんよね。何？確かにそうだ。一緒であること、誰だよ、こいつら。一緒であることも否定できない。はい、急展開すぎてついていきませんが、流れは一変しましたね。そんな可能性の話をしたってしょうがねえだろ。じゃあ加藤さん、お聞きいたしますが、どうやって否定されるんです？編集の仕方も一緒。番号も同じだった可能性もある。じゃあどうやって同一人物ではないと言えるんです？いや、うんこちゃん。まさか、おこうくんに足元を救われるとは思っていませんでしたね。審理はこれぐらいでいいでしょう。それでは判決を言い渡しますよ。うんこちゃん、最後に言い残したことは？切り抜きの奴なんて、
どうだっていいが、お甲に負けるのが純粋に悔しい。わかりますよ。僕はキューブパズルが苦手なんですが、 YouTube でチンパンジーがキューブパズルを解いてるのを見た時の気持ちですね。そんな動画あるのか。では判決を申し渡します。判決は、バンジョー来てくれ、頼む。待った、ちょっと待った。来た、バンジョー。バンジョー、便所から帰ってきたのか。さっきからおこせん、おこせんって誰のこと言ってるんですか。誰って、目の前にお甲がいるだろ。何言ってるんですか、うんこちゃん。こいつはどっからどう見たって、おじやじゃないですか。おじや、なんだって。何を言ってるんだ、バンジョー。どっからどう見たってお甲だよ。誰が見ても明らかな嘘をつくなよ。いや、僕もさっぱりわかりませんよ。それこそ証拠を示してください。証拠って、うんこちゃん、どうにかなりませんか。どうにかって、あ、これよ。いや、それじゃあおじやだってわからないと思います。なんでだよ。おこうの身体的特徴、おこうなんて身長141センチしかないんだから。矢口真理と身長一緒なんだよ、おこうは。それに比べておじやは身長197ぐらいあるだろう。なんでわからん。だっておこうの身体的特徴を突きつけてもいかなかった。スマホだね。あ、スマホ投げた。いてててててて。お、あ、あれ？おこうじゃなくておじやだったのか。おじやが中腰になってただけか。ほら、おじやだったじゃないですか。本当におじやだ。おじやの情報で逃げた。あれ、本当におじやだとは思いませんでしたよ。おこうくんとおじやの違いなんて身長でしか判断できなかったですからね。なわけないでしょ。俺もだ。でも僕がおこうさんじゃないからって何なんですか。裁判の続き早くやりましょう。そうですね。パパッと判決を出して終わらせましょう。まずいですよ、んこちゃん。このままだったら負けちゃいます。でもよ、とにかくなんとかあがいてください。何をゴニョゴニョしてるんですか。何かまだ言いたいことでも。お、ちょっと気づいたことがあるんだ。すまねえけど、もう一度証言してくれるか。何、もうこのゲーム、待て、純粋におもろくてやめれ。今何もないですが、気が済むまでどうぞ。ちょっと、これ、手繰りするか。また説明するんですか。加藤さんの切り抜きの方法と V の切り抜きの方法が同じなんです。ここは別にいいよな。おじや見よっか。おじや、いつの間にかインターネットの世界にいた詐欺師。はじめはラミエルやヒカリなどの成金 YouTuber にすり寄っていたが、相手にされないことが分かるとおこうや俺にすり寄ってきた。友人がバンジョーしかいないからか、共演者をバンジョーと呼んでしまうことが多々ある。名前の由来は OZZ8 という名前のウイルスで、正確にはオズイヤと呼ぶらしい。今まで気にはしてなかったが、同じくグラサンをかけているおこうとの違いを身長でしか判断していなかった。横に並ぶと違いが分かるが、ピンだと分からないものだ。なるほど。これがおじやか。だから、おじやに相談したんですよ。あ、いや、おこうに相談したんですよってところで、おじやを叩きつけてみる。聞いたな、一発だ。ちょっと待て。なんか抜けてるよな。何がですか。そうですよ。何の話ですか。お前、さっきまでおじやを。おこうって言ってたよな。うわー、今です。あいつが不安定になったら叩き込んでやってください。叩き込むって言ったって、いつもの人狼系のゲームでやってるように幕下出ればいいですよ、うこちゃん。えい、ー、ママよ。僕を裁判に誘ったのは何やってるんですか。そうですよ、ふざけ、ちょ、おし、くそ、バレた。僕、おじやですよね。おこうじゃなくておじやだよな。いやー、ちょっと待ってください。僕だから何だって言うんですか。うるせえ、どうせお前ははめようとしたんだろ、俺は。何この QTE。 この僕が加藤さんを。そんなわけないです。僕たちは加藤さんのこと考えて。てめえ、余計なお世話だ。ひぃー、いけ、うこちゃん、決めちゃってください。誰やー。でもお前、怒って言ってたよね。だから、どうやら結論は出たようですね。
うんこちゃんの切り抜きをめぐるこの裁判、被告側の勝ち、勝訴。わわわわわわわ、やりましたね、うんこちゃん。何も解決してねえだろうが。何言ってんですか。炎上裁判は繊維を喪失した方が負けなんすよ。そうなのか。ま、その方が俺向けか。こんなバカな話がありますか。僕はまだ戦いますよ。だいたい切り抜きはビジネスとしてですね。おとおじや、ダメですよ。うんこちゃんが勝訴したんですから、これ以上のこの件を追及することはできませんよ。あ、うんこちゃん、せっかくなんで、これを機におじやに教えてあげてもらっていいですか。選択は常にあれに沿って行われるべきですからね。炎上裁判法。この裁判は俺が勝ったんだ。この件はこれ以上追及できないぜ、おじや。なんか周りがうるさくて聞こえませんね。素直に負けを認めろよ。相変わらず賢ぶってるけど、おじやはバカなんだから。こうして俺の初の裁判は無事終了した。よりそれっぽい雰囲気を作った方が勝利する炎上裁判は本当に俺向きの制度だった。その後も連戦連勝、炎上弁護人配信者としてもネットニュースに取り上げられるようになってきた。そんなある日、おいまだ続くんかいこれ。やべえ、やめ時がねえぞみんな。これ次回配信。48連勝を記録した純烈の次なる裁判は、長年の友人の女を巡る炎上事件だった。役所に逃げた裁判だったが、そこには狡猾な罠が仕掛けられていた。番場で純烈、世界が君を必要とする時だったんだ。次回、炎上裁判最終話、炎上、そしてさよなら。最終話のサービスサービス。おこうがいる。クソ気になるわ、次回が。これもう、全クリ？終わり。いや、これ、今度はワイも出る！ドラゴンボールのファミコンで、今度はオラがやる。いや、いいじゃん。続きが気になるね。炎上裁判。これ正直ね、もう点数めちゃくちゃ高い。マジで。98点。これ正直めちゃくちゃ、いや俺単純に楽しかったゲームとして。